さて今日のアフターテラちゃん経済学者田中秀富先生です田中さんよろしくお願いいたします大阪府大東市の市長選挙が一昨日行われ無所属の新人で元大東市職員の大阪信子さんが大阪維新の会公認の全市議などを破って初当選を果たしました昨日大阪さんに当選証書が授与されましたこの大,阪大東市はですね日本維新の会の幹事長で大阪 12区選出の藤田文武衆議院議員のお膝元でもあるためこの大東市で維新の会の公認候補が2000票以上差をつけられての完敗を喫したことに維新の幹部ら落胆の声が聞かれたといいます維新のお膝元でも無所属の新人市長の誕生となった大阪府大東市市長選の結果まず田中さんこれどうですか 意外といい,い,いい票をついたって言いますかね。はい、やはりこの意志強いだろうなと思ったんですけど、はいえー、完全になんか逆風が吹いている雰囲気がしますよね。そうですね。何の原因なんでしょうかね。はい、いやかなり強いというイメージありますもんね。<今>ありますよね。はい。えー、で当選した大阪信子さん、市の職員時代、介護予防のための高齢者向け体操、大東元気でマッセ体操というのを考案した。<laughs> えー、人物としても地元では知られていたそうです<ー>、えー、厚労省のこの委員会の委員なども経験したことがある人物に今回、えー、大東市民は市の運営を託した形になりました、えー、大阪さんという名前もですね投票に影響したんですかね大阪府大東市大阪大阪さんおお<ー>、えー、じゃあなんかね、はい、こ,これからね、はい、あの対立候補もちょっと工夫して、はい、ええー 大阪城です。<laughs> <laughs> 大阪城,と大阪城で。いや、大阪,大阪城という。大阪城さん。ええ、そう、そういうふうでやると、<え>もうトップ当選ですか。えー、なるんですかね。<laughs> いや、私は。ちょっと首を。そういう感じで、ね。突っ込んで終わりますね。そうですね。はい。え一方、大阪維新の会の吉村代表は。大阪維新の会公認を受けた。石垣直樹さんの選挙戦について。我々の力不足だったと述べ。え、候補者が決まったのが。 告示直前で準備が不十分だったと感じていると大統領選挙での敗因について語りました。 また、万博開催までちょうど1年前にあたる今月13日の大東市内での街頭演説で大阪・関西万博に関する発言がほとんど聞かれなかったことについて封印しているのかと問われると吉村氏はそんなことはないいろいろな場で万博について毎日話をしているただ、大東市長選挙の争点ではないと話しました。 大東市長選の敗因と万博は関係ないと言い切っているようなんですけれども田中さん、このあたりはいかがお感じでしょうまあ確かに、えー、地理的には関係ないかもしれないですけど、はい、やっぱりみんな、ね、あの維新がお勧めている。うん まあその大阪全体の、ね、政策としては万博ってやっぱり注目してるでしょうから、はいはい、それをまあ考慮にして投票していないと言えるのかと、はいえー、多分言えないいと思いますよね、はい、ちなみに石垣さんだったんですか じゃあ石垣島ではトップ当選ですか先ほどの,あのまあそれが法則なのであればあ、ええ、そういうことですかいやどうなんでしょうねそこら辺の責任をこのニュース原稿を書いた人に、ええはいええ、そうですね,ね突きつきたいと思いますが、ええ、そ,すその2025年大阪関西万博の運営についてですが吉村大阪府知事は昨日万博で赤字が生じた場合大阪府や大阪市が穴埋めする可能性について否定しました ました。大阪府市による負担を提案した橋本徹元知事の、えー、発言に対してのコメントでしたが吉村知事はそういう考え方もあるが僕は違う万博は国家事業だと強調しました橋本元知事の発言というのを改めて、えー、この説明しますと橋本氏はです、ね、おとといの自身の X で大阪府市が赤字を負担する代わりに黒字や決定権も渡すべきだと 主張ししていました橋本氏、日曜日に出演したテレビ番組でも大阪万博の赤字大阪が全部責任を取っても構わないその代わり黒字が出た場合もすべて大阪がもらうことになるぞと挑発的な発言をしたということなんですがこの橋本氏の大阪府と市の万博赤字負担というこの考え方なんですがこれはどうでしょうあの吉村知事は否定はしています。まあ基本的に赤字が出たらですね、はい 国家事業だったら国民がみんな負担するってことで、その国民の中には当然大阪府の人、はい、大阪市のね人、はい、あの入ってるじゃないですか。まあ大阪府市は大阪府の中なんで大阪府民みんな負担するでしょう。うん、国民なんだから。はい、まあそういった意味ではあの負担するっていうことなんでしょうけど、うん、まあ基本的に。 なんかねこの大阪万博個人的に言うと維新らしくないっていつもイメージで思ってるんですよね。維新っていうとやはりこのね特に大阪の方は東京の例えば、えーまあ、乙喜多さんたちなんかは、ええ、どちらかというと積極財政も景気悪い時はありっていう感じなんですが大阪の方はどちらかというとやっぱこう小さな政府路線緊縮派みたいなイメージの人が集まってるっていうあの感じで、はい、その中で ではなんかこういったね。うんえー 何ののためにやるかかよくわらない <laughs>、はい、まあ万博ね、まあ、例えば国民のこう統合としてやるとかね、はい、えまあ地域の人たちの経済的な恩恵があるからやるとかね、えー、そういったものと発想は遠いようなあの政党だと思っていたので、うんえー、あまりにもこの力にいるように結構個人的には違和感があったんですよね。さらに今はまあ経済上 状況がかなり変わっっちゃって新型コロナ禍とかありますからね、はい、まあ資材高騰であるとかやはりこのまあ何て言うか、えーまあ、ますますやる意義がどこまであるのかなと、うん、資材高騰をさらに促すような感じもするでしょうし、はい、あるいはこうオーバーツーリズムの、まあ、成功したらしたでね、はい、オーバーツーリズムのこう起爆剤になってしまうような可能性も<ー>ひょっとしたらあるんじゃないかなとかね。えー さらに根源的に本当に万博、まあ、僕が子どもの頃大阪万博行きましたよ。はいね、でもそういったこう、まあ、オリンピックやった時も、ね、この間、はい、オリンピックやる意味がどこまであるのかなってみんな思ったわけですよね。万博もそうだと思うんですよね。えー、こういったイベントを、ね、国や、えーまあ、地方自治体企業とてやる意味がどこまであるんですかと。うん 結局これで、えー、まあ、この間の東京オリンピックね、はい、あの昔のじゃなくて、ええ、はね、こう、やっぱ、えー、汚職疑惑になって、ね、五輪汚職に発展しちゃったわけですよね。ええ、で、今回もね、わかんないですけど、 まあ、そういったものになんか既得権で特定の人たちが儲かるからやってんじゃないのってはあ、はあ、やっぱ言われてもね、えー、反論できんのかなって気がしますけどね、はい、で橋下氏、大阪万博が赤字になれば、大阪府と市の貯金にあたる財政調整基金がそれぞれ2000億円以上あることから、その財政調整基金を使えばいいと発言をしています。でこのの財政調整基金とというのは大規模災害ですとかえ 大幅あ税収の減、えー、税収が減っちゃったときなど不測の事態に備える積み立てた税金のため橋本氏の発言を批判する声もあるといいますで、この万博の赤字を財政調整基金で、えー、補えばいいじゃないかという考え、この発想いかかですかまあそうならざるを得ないかもしれないですけど基本的にまあ,あれですよね。えー、まあ 国家事業って言ってるので国も補填すると、はい、まあ税金でね我々のと、はい、いうことになると思いますが今のところの、まああのー、楽観的な資産であれば大阪万博をやるとプラスの経済効果が非常にあるというのでやるんですよね。はい、ただそこがねやっぱ、あのー 東京の維新の人たちの方は、僕なんかがね、積極財政とか積極的な金融緩和政策とやるっていうと。結構ね、関心を持って聞いてくれる人たち多いんですよ。はい、だけどね、大阪の人たちはやっぱね、違うんですよ、ね。違うんですね。なんかね、緊縮財政派なんですよね。<ー>その人たちが、なぜ大阪万博にこれだけ傾斜するのかって考えると。なんかやっぱね、特定の人が、あるいは別な思惑。 カジノだとかね、はい、あの後ち、ね、にね、えーうん、そういった話だとか、はい、やっぱ。 余計なことを考えちゃいますよね。えー、余計なことを考えざるを得ないようなスキームになっちゃってるんですよね。はあはあ、まあ個人的には成功して経済状況が良くなればいいよね、某、はい、程度には思ってますけどね。えー、はい。えー、で橋下氏の発言、提案を改めて否定した上で、大阪府の吉村知事は昨日、大阪関西万博の運営費の収支が赤字や黒字だった場合の対応について、国と大阪府市経済界の三者で責任をも 協議すべきだ。この考えを改めて示しました。えー、結果的に、黒字になって、三社とも儲かればいいわけなんですが、大阪万博、黒字になるのかどうか、というところですね。あ国内的にはね。はいえー 全然盛り上がってませんが大体まあビッグイベントって、はい、あの僕が小さい頃やった大阪万博も、えーはい、東京オリンピックも直前まであんまり盛り上がらなかったんですよね。えー、ああの時そうでしたよねやってみれば結構みんな盛り上がっちゃったんですが、はい、ただね今日そんなね国民全体が一丸となって盛り上がるようなイベントなのか問題ってあって。 例えばね、えー、昔は月の石が来て、はい、で、ねそう、アメリカ館なんかに、えー、もう何時間も並ぶんですよ。並びましたよ、私も。並んだんですか並びました。 お見事いやいや、私、え、並ばなかったですよ。僕はもうね、並ぶのね、嫌いなんで。少年の頃から嫌いですかだからね、あの、アイドル研究をやって、人と群れたり、並ぶでしょ。あれがめっちゃ苦痛で。そうでしたか。もうね、すごい苦痛なんですよ。人と同じことやるのが。苦手なの。で 大阪万博行ってこの並ばなきゃいけないよってねじめおじいちゃんとおばあちゃんと行ったんですよ。で真っ先に行ったのはインドネシア館とかイ館の方がいいわっつってすぐ見れるからコンパクトでガラガラね。でしかも結構ねエキゾチックで知らないことばっかだから面白いんですよ。でコンパニアンの人もフレンドリーでねだから僕そっちの方の思い出の方があって。アメリカやソ連連行った中は ねええ、ダメだし特にソ連館行ったやつは、ええ、あんなの共産主義だろうってマルクス連任主義だろうってよくわか,らなかった小学校の時に思うわけないけど。 <laughs> そうです。ええ、あのこうとんがってわァーってなった赤いね、ええ、建物がかっこよかったんですよ。あんなチョコペンシルでいいよってい。いやいやそう、ええ。もう全然知らねえし、え、チョコペンシルね、はい、今ね、はいえー。大阪関西万博の前売り入場券去年の11月末で開幕500日前に合わせて販売開始となりましたが、今月12日万博協会が発表した販売枚数は現時点でおよそ130万枚販売目標2300万枚 の6以下となっているようです万博の運営費、ほぼ全額をチケット収入で賄う計画ですから、まあ、現状、心配する声も多いようですが開幕まで1年です、まあ、これをだから長いと見るのかまだ1年あるのかもう1年しかないと見るのか、まあ、いずれにしてもチケットが売れると信じたいところではありますね維新にとってはね、ええ、まあ維新のパブリックイメージとは違うこういったまあ言ってみれば満剤、放漫剤設計 はい、なんて豊満財政、ね、もっとなんかこう。 いろんなね、あの、言い訳もあるでしょう。え、インフラ整備もこれを機会に進むことができるとか、あるいは、こう、景気浮揚効果もあるとはね。でも、それって、吉村知事みたい、吉村さんは、緊縮能ですから。俺、分かってますよ。金融政策の理解なんかも全然ないしね。あの、若い割には頭硬直的ですよね。もう、どんどん言わせていただきます。弁護あんまりいいイメージないですね、個人的には。橋本さんもね、 えー、橋本さんがなんでいつまで関与してくるのかわかんないですけど、えー、橋本さんも論外だと思いますね。えー、すねマクロ経済政策、ババさん、えー、ババさん、はい、何考えてるかいまだにわかんないですよね。あのでそういったカンブ旧幹部連はですね、まああのマクロ経済政策ダメダメ人間ですよ。経済、ねえー、でそういった人たちがね、えー、こういった

東京側の維新の方の人たちをあまりこう持ち上げるのはなんだけど、はい、普段の発言やっぱね、違う。維新の東と西ね、違う。そう、東と西違うんだなっていう、ね。違う感じがする、えー。そこまで違うんだっていうんですね。えー、うん、えー、東の方の人たちにあまりにも僕が普段接しすぎちゃってるせいなのか、あ,かえー、あっちの方はね、うん、なんかやっぱね、 違うんですよ。ほうほう普通まとも東側は、はい、西側はね。ええ、まあ、あのちょっとで、ええ、<laughs> だから何度も言わない。囲ってますからね。<laughs> なんかおかしい。はい、だからもっとね。ええ、いやまあ、反論されるかもしれないんだけど、ええ、もう少しね。うーん。 国政政党を本当に言って政権を目指すんであればですねやはりまあ馬場さんも吉村さんも頑張ってもっとね正しいマクロ経済政策をまあ確かにあの公約見るとね打ち出した人はいるんですが東側の人たちがあれね主に作ってるから僕のイメージだと。 西側の人たちはなんかそこ分かってんのかなってもともと何かんかねほら財政をね立て直すっていう緊縮派できてるわけじゃないですかそれはまあ地方財政はそれ重要なんだけど国家財政は必ずしもそれは正しいとは言えないからそこなんでしょうねそこのイメージがちょっとなんか万博ここまでなんで持ち上げんのかなってそこがね なんか個人的ですよ。さあ、田中さんが大阪万博に行くのかどうかね。行かなくなってもうも。うん、はい、以上アフターライフでした。えー、田中さんありがとうございました。